続きまして、幸せ通りが流れます。来ましたので一時中断いたします。ありがとうございます。
ここでちょっと皆様方には休憩をいただきまして、その間を利用いたしまして、今日は第37回沖縄美少年の棒取り大会のために大勢の方々が応援に来ていただいておりますので、順次ご挨拶を頂戴したいと存じます。それでは、どうぞ壇上の方にお上がりいただきたい。なるほど、高いところからどうもありがとうございます。あ、ここにいらっしゃった。お母さんもありがとうございます。ご宗家もありがとうございます。どうかこの商店街がますますご繁栄くださるように、
荒川区も商店街振興に皆さんの貴重な税金を1億円つぎ込んで頑張っておりますが、どうぞご地元のお買い物をぜひ商店街でしてあげてください。心からお願いを申し上げます。最後に、すべての小中学生にタブレット PC を持っていただく運動を国に働きかけ、文部省の事務次官が近々荒川区に視察に来てくれます。松島先生はじめ都議会議員の鈴木先生、金山先生も、また都議会議員の皆さんにも大変お世話になっておりますが、どうぞ区民の皆さんの熱い力で、日本で初めて全ての小中学生にタブレット PC を使わせる、世界に通用する子どもを作る、そして盆踊りも町の歴史もしっかり踏まえる、文武両道に秀でた和魂要塞、素晴らしい青年男女が育つ町にしようではありませんか。学校図書館も日本一になりました。治安も東京でベスト2に入りました。お年寄りの見守り、子育て、首都圏30県の中に3区ずつ入った中で荒川区だけが両方に入っています。これからも一生懸命頑張りますので、皆さんのお力で市政を支えていただきますようにお願いを申し上げ、重ねて戸津通り商店街のご繁栄を杉山会長のご繁栄もお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。どうも西川区長ありがとうございました。引き続きまして、中央町会会長でございます石井由里様よりご挨拶をいただきます。Thank you.
ました。